ソニーショップ生は店長の片山です。今日ご紹介をさせていただく商品はこちら、ソニーから発売されましたスマートフォン Xperia 1 プロフェッショナルエディションになります。この動画のアップが遅くなって本当すみません。こちらの商品は2019年のね10月23日 SIM フリーということで新しく発表させていただきましたスマートフォンになります。Xperia 1自体はね、この2019年の夏発売のモデルだったんですけど、少し変更させていただいてプロフェッショナルエディションという形で発売されました。この商品はね、ほんと SIM フリーになったということが一番のポイントになります。皆さんはドコモショップ、au、ソフトバンクで契約されている方が多いんではないかと思います。今お使いのスマートフォンに入っている SIM カードを抜いていただいて、この SIM フリーのスマートフォンに入れていただきましたら、同じように使っていただけるモデルになります。ちょっと古いスマートフォン使っている方、ソニーのね、Xperia を使ってみたい方、ぜひこの SIM フリーおすすめです。一番最初にね、店長思ったのはね、やっぱり値段がすごいちょっと高いんですよ。こちらの商品、ソニーストアの方で14万3000円と消費税で販売しております。ソニー ID をお持ちの方は、この価格からお値引きっていうのが当然ありますんで、少しはお安くなります。まあちょっとね、価格のことはちょっと横に置いときまして、今日は私の持ってるドコモの SIM なんですけど、それをこれに入れてすぐ使えたよっていうところをね、ちょっと動画で説明をさせていただけたらなと思いますんで、どうぞお付き合いください。もうね、Xperia 1っていうのはこの夏から発売されておりますんで、皆さんもショップとかでね、見られてる方っていうのは結構多いんではないかと思います。まあ、今使ってるスマートフォンの SIM を抜いて Xperia 1に入れていきたいと思います。ナノシムが取り出しできました。 Xperia 1は上の方にこの辺りですね、 SIM カードの入るところがございます。Xperia に入れていきます。これで入りました。スイッチ入れます。次、私の使っている Google アカウントでログインしてみます。OK Google、 OK Google、 OK Google、 OK Google。 はい、無事電話をかけることができました。 SIM カードをね、差し替えるだけで簡単に電話機として使えます。今回発売したモデルは Xperia 1 プロフェッショナルエディションということで、お高めな商品なんですけど、これからもソニーストアでね、もしかしたら海外で発売している Xperia なんかもね、
SIM フリースマホとしてね発売されるんではないかと思っております。ちょっと寂しい話があります。当店はソニー商品のね修理受付窓口としても営業しております。こちらのスマートフォンのみはね直接ソニーモバイルの方の修理の窓口に送ってくださいという商品に今現在はなっております。今の段階ではすいません、当店では修理受付できないとなっております。これからもちょっとずつスマートフォンエクスペリアのこともね動画でねアップしていけたらと思っております。まあ、近々にはねプレイステーション4のリモート操作できますみたいなこともアップしていきますんでね、どうぞ楽しみにしておいてください。岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。ソニー商品のことでしたら当店にお任せください。店長お店で一生懸命説明しております。今日は以上です。バイバーイ。今はこんな感じだけど、もっと売る気があればね、お求めやすいものを本当出してほしいな。ソニーさん待ってます。それと新商品のエクスペリア5とかもね、 SIM フリーが出てくれるともっと売りやすいと思います。期待してます。